Hello, I'm Frankie. And I'm Rachel. And let's continue with this crazy motherfucking class trial. Let's make them, let's do it. They're the one who killed Tenko. Just one person. You! But did he also kill Angie? もちろん。茶柱さんを殺した犯人だよ。新宮寺君か。どうして僕を疑うの?あの魔法陣を作ったのが君だからだ。あの魔法陣には僕らをシーソーの仕掛けから遠ざける意味があった。でもそれだけじゃない。 一連のトリックを成功させるには、シーソーの仕掛けや、その上にの、それらの細かい調整が必要になるんだ。そして、それらすべての位置は、あの魔法陣によって決められていたんだ。つまり、あの魔法陣こそが、このトリックを成立させる、一番重要な要素なんだよ。 だとしたら、あの魔法陣を書いた君が犯人だとしか考えられないんだよ。どうなんだ、新宮寺。答えんか、お主の仕業なのか。何がおかしいんですか。 なるほどと思ってさ、今まで黒になった人たちはこんな気持ちだったんだね。とてもいい経験になったよ。いい経験って。でもさ、僕が犯人だとすると、シーソーの床板を踏み抜いたのも僕なんだよね。だったら教えてほしいな。 高齢術中のあの真っ暗闇の中で、僕はどうやってシーソーの床板を踏み抜いたの？そっか。まだその問題が残ってたね。その方法がはっきりしないうちは、僕が犯人とは断定できないんじゃないかな。つうか、なんでてめえはそんなに余裕なんだ。 ここまで追い詰められておいてよ。その理由は後でゆっくり語るとして、まずは今の僕の質問に答えてもらえるかな。待てよ。 The culprit didn't even have to say it all. They used touch? Soda! Hanni wa shokkaku wo tsukatta n janai kana. Tsumari, nani ka ni te wo fure nagara idou shita n da yo. おお、それなら暗闇でも目的地にたどり着けるね。俺がろうそくのところまで壁伝いに移動したみたいにさ。でもシーソーの仕掛けは部屋の真ん中にあったよね。あの場所には壁伝いじゃいけないと思うんだけど。だったら壁以外のものを触って移動したんじゃない？ん？他に手で触れてわかる目印なんてあったか？ もちろん、僕はそんなものはないと答えておくよ。Fuck, I don't know what it is.
S-T-A-T-U-E. Statue? Statue. I think the last word is statue. What's the thing called? Caged dog. C-A-G-E-D. Cage statue. Where's the C? Yeah. C-A. It didn't work. Wait, what? A didn't work. No, C didn't work. What? Oh, C didn't work, so it's not caged. Okay. Caged. What then? M? What? M statue. Marked. Magic circle? Where's the sea? Need an R, don't we? Yeah. Not seeing an R. That's an R. Another C. And then an LE. Magic circle. Soda. Soremo Mahojin Dayo. Haniwa. Mahojin or Sawari Nagarai Dostanda. Hora. Ano Mahojin wa Shio de Kaite at the show. Shio nara. Choku ya enogu to chigatte. That sounds a bit silly to me. Yeah. Surely he would have got salt all over him. なるほど。神宮寺君はその魔法陣の手で触りながら、海抜ける異界との所まで移動したんですね。そっか。君が魔法陣をわざわざ塩で描いたのは、あれを目印にするためだったんだね。面白い発想だけど。 残念だね。それは間違いだよ。あの文献を思い出してごらんよ。魔法陣はどうなっていたっけ？おお、文献によると魔法陣って部屋の隅まで届いてなかったっけ？ それが何だよ。いいかい。僕らは部屋が暗闇になった時、それぞれ部屋の四隅に立っていたんだよ。魔法陣が部屋の隅まで伸びていないと、それを触りながらの移動なんてできないよ。 If he knows approximately where it is, surely nothing would stop him from walking forward a few fucking steps and placing his hand until he starts to feel the soul. I got it. これは文献にある魔法陣の話じゃろ。神宮寺が書いた魔法陣がそれと一緒だったとは限らんではないか。いいや、僕は間違いなくその文献通りに描いたよ。僕はあの魔法陣を完璧に暗記しているからね。結局。We haven't seen anything about dried blood and stuff yet. No. How much is left of this? それは無理だよ。 あの魔法陣はすっかり踏み荒らされてたし。 皆さん、ちょっといいですか？ Is he going to use his recording ability? That's what I was thinking. Does he have like a video recorder so we can see? 困ったね。 今となってはもう確認する必要はないみたいだし。皆さん、ちょっといいですか？だとすると魔法陣についてこれ以上話し合っても拉致が開かないね。あの、ちょっといいですか？That would be so nasty to Kiba. I know. だから光るのはやめろってんだよ。眩しいだろう。すみません。どうしても話を聞いてもらいたくて。で、話って？ 実は
僕が入間さんに追加してもらった機能がライト機能だけではないんです。ね、まさかあれを使うか。やめろ、ダメだ。あれはそんなことのために追加した機能じゃ。使わせてください。あの機能を使えば皆さんを救えるかもしれないんです。いいから、この機能って何なんだよ。録画機能です。 正確には僕の中にある記憶を写真のように紙に印刷する機能なのですが、ひとまずやってみましょう。行きますよ。ああ、口からかよ。それと同じような魔法かつてうちもやったことがあるの。これは 僕が高齢術の集まりから追い出された時の記憶です。空き部屋の床が広く映っていると思うので確認してみてください。さあどうぞ、しっかりと手に取って調べてみてください。うん、わかったよ。どうですか、サイハラ君。 I think I do. There's lines going all the way to the corners. Yeah. Kokoda. Tasukatta yo, Kibo-kun. Kimi no okage de miyabu 神宮寺君の嘘をね。僕の嘘。神宮寺君、君はさっき文献通りに魔法陣を書いたって言ってたけど、それは嘘だよね。ほら、現場に書いてあった魔法陣は文献と違って部屋の隅まで線が伸びているんだ。これなら部屋の隅からでも 魔法陣をたどって問題の床板まで移動できるよね。やはり文献とは違ったか。夢野さんが気づいてくれたおかげだね。それとキーボ君のおかげだよ。一番最初に感謝されるべきは俺様だろ。あ、そういやさっき、てめえは計画がどうこう言ってたな。それって何のことだ。ああ、 実はキーボの録画機能って俺様のコンディションチェックのためのものなんだよ。その機能で毎日のうんこを録画して健康状態をチェックしようと思ってだな。うわ、はあ、何言ってるの。うんこってのはな、腸内細菌と腸細胞の働きを示すバロメーターなんだぞ。キレのいいうんこを作る能力が 女の美しさにも大きく関係してるってわけで。ほら見ろ、ドン引きじゃねえか。だから計画の話をするのは嫌だったんだ。うんこの話などどうでもいい。それよりそろそろ観念したらどうじゃ。 Now, you know what's going to be the biggest piss take? If, okay, yeah, we just proved he's the one who killed her. But he's not the one who killed Angie. Yeah, and he'll get off. Because if that's the case, oh my fucking god. I'm hoping that he killed both of them. That's not going to be that easy. Guess he does have some arguments. さあ、サイハラ君の才能を観察させてもらうよ。君はこの不思議に答えを出せるかな。Mark's not on the couch, white sheet, dog statue, probably a white sheet.
僕が犯人だというなら。あ、待ってたもん。凶器の鎌の剣はどうなるの？鉄籠の底に仕掛けられてたんでしょ？だったら、それができたのって、鉄籠を運んできた大間くんか犀原くん、君たちなんじゃないの？はい。鎌を置くだけなら僕らにもできたけど、後でそれを回収するのは無理だよ。だって、鉄籠を外したのは僕らじゃなくて、夢野さんだからね。 鎌を回収できたのは夢野さんだけ。鎌の設置が可能なのは大間君と斎藤君。この相違をどう埋めるかは別として、鉄籠の設置にも回収にも携わっていない僕にどちらもできなかったはずだよ。その言葉切ってみせる。 Counter! You put the fucking cheat on my friend. むしろ鎌の設置と回収の両方ができたのは 新宮寺君だけなんだ。君は鉄籠を白い布で覆う際に凶器の設置と回収をしたんだ。白い布を鉄籠にかぶせる時なら、みんなから隠すように鎌を設置できるし、同じように鎌を回収する時も 白い布と一緒に外せばいいだけ。あとは死体が発見されて騒然となっている隙に鎌をこっそり床の隙間から床下に落とす。素晴らしい大正解。せ、正解って。じゃあてめえは認めんだな。くっくっくっ。 せっかくの手の込んだトリックもバレてしまっては、ただの徒労だね。やはりお主なんじゃな。お主が天子を殺したんじゃな。謝っても許してもらえないよね。夢野さんは殺してしまいたいほど僕が憎いよね。お仕置きで僕を殺せれば少しは気が晴れるだろうけど。 I've said it now, so I'm gonna feel like, but I'm safe because I didn't kill Andrew. Oh, I fucking hate this guy right now. I hate him more than Koka Beachy. We need to try and prove that he killed Angie. Or. Oh, now we need to find out who killed Angie now, and hopefully it's him. I don't think it's gonna be him. No. まだわからないの? 僕が茶柱さんを殺してしまったのは事実だけど、 そんなことは今回の学級裁判においては無意味なんだよ。 無意味だと? そっか。 モノクマの追加ルールのことだね。 あのね、僕が殺したのは茶柱さんだけで、 だから、僕が茶柱さんを殺したことなん、 だって、学級裁判で見つけないといけない。 But why did he kill Tenko? I hope he killed Angie, but he wanted in on the action. Now the thing is, what I'm hoping that we can prove now is, like, we still haven't talked about anything about the blood. Like, some of the blood was wet, some of the blood was dry. What if he killed Angie? In that room, then moved her. That would explain it. Oh, so good. Angie's in the
ユメナさん、気持ちは分かりますが、一旦落ち着いて冷静に話し合いませんか。シングジ君の主張が真実だという可能性もゼロではありませんからね。気持ちを分かるってロボに人間の気持ちが分かるの？分かりますよ。分かろうとずっと頑張っ。おい、キーボまで取り乱してどうすんだよ。 もう投票タイムじゃ。部長操り倒すんだよ。僕に投票しても夜長さんを殺。本当にシングジ君じゃ。もちろんだよ。今回の件は僕にとっても誤算だ。ほら、モノクマのルールが追加されたのは茶柱さんを殺した時は僕も知らなかったんだ。もちろん知っていたら無意味に茶柱さんを殺したり。 嘘じゃん。天子もアンジーもポネ。いや待って、決めつけるのはちょっと危険。そうだね、もう少し話し合ってみようよ。ここからゲームも人は必要ねえだろ。どう考えたって犯人はシングージで決まりじゃねえか。そうだよね、それ以外に考えられないよね。いえ、しっかりと合理的な結論を出す前に投票を行うのは危険です。 この中にいる。おっと、何やら議論が荒れてきたぞ。お待たせしました。最終学園が起こる典型裁判場です。やっほー、待ってました。なんでてめえが待ってんだよ。 Oh god. This is tough. He's against us? Kenko もアンジーもシングージが殺したんじゃ。そいつがアンジーの研究教室に押し入ってやったんだ。ああ、I don't know what to do。シングージの研究教室にあったんだぜ。あ、what? I'm lost. I don't remember. That's gonna be the rule. Yeah. Mystery. Kyo killed Tenko and Anji. Tenko もアンジーもシングージが殺したんじゃ。僕が。彼はアンジーさんの教室には入れなかったんだよ。 そいつがアンジーの研究教室に押し入ってやったんだ。まさか、ピラーもお前。僕の研究教室には誰でも入れたよ。凶器の刀もシングージの。シングージ君。僕の研究教室には誰でも入れたよ。茶柱さん殺したの。黒じゃない。オーマ君。だから黒が二人いた可能性があるんだって。最初から追加ルールを盾にする気だったんだ。 シングジ君、それはないよ。ルールの追加は二人が殺害された後だ。茶柱さん殺害の僕が。いや、彼女の事件にもまだ謎は残っているんだ。ケンコもアンジーも。アンジーもシングージが殺したんじゃ。こいつがアンジーの研究教室に押し入ってやったんだ。 I think that would be Angie. That's the lab. Why didn't it start on black? Usually it starts on black.
Like, what do you think that one's at? I think Miu's one is Angie. Why do I have to be fucking opposite? Why is up is down and down is up? It really pisses me off. Black. So, she's Kia. Fucking hell, come on! やっぱりアンジーさんを殺した謎が解けていない以上慌てて投票するのは危険だと思う。それに茶柱さんの件にもまだ謎が残っているしね。謎ってどんな謎だよ。さっきは新宮寺君があっさり認めたせいで話しそびれちゃったけど、茶柱さんが殺された現場には謎のまま、はっきりしていない手がかりがあるんだ。僕はその謎が Dried blood, huh? Mm-hmm. Dried blood under the floor? Yeah. これだ! 床下で見つけた血痕だよ。 僕と春川さんが捜査の時に見つけたんだ。 犯人が踏み抜いた床板の下に ポツンと残っていた。それって茶柱さんの血痕だよね。でもその血痕があった場所は茶柱の血が垂れていた場所からはかなり離れ。しかもその血痕は僕らが見つけた時点ですでに床上から垂れていた茶柱さんの血はまだ。どういうことだよ。どうしてその血痕だけが乾いていた。 It was there before time was killed. That one. No, the top one. Happened before the sound. So da. Ano kekkon wa chabashira san ga korosa. Bokura ga kōrei jutsu o hajimeru mae kara. Angie? Yeah. So da. Ano kekkon wa chabashira san no mono janai. Naze tenko ga korosareta genba ni? Anji ga korosareta no wa aitsu no kenkyū kyō. Asoko de shitai ga hakken sareta tte dake de. Asoko de korosareta. でもそうか。でもさ、犯行現場が美術部の研究教室じゃないとなると、美術部の研究教室でアンジーちゃんが殺されたなら、犯行は彼女が自分から教室を出て別の場所で殺されたなら、必ずしも犯人はアンジーに教室に入れてもらったわけじゃなくて、待ってたかどうかは知らないけど、彼女が出てきたところを殺したはずだよ。 まあ俺は最初からその可能性が高いと思ってたけどね。彼女が行きそうな場所に手がかりがあると思って3つの空き部屋を。アンジーが行きそうな場所を調べた。ん？アンジーちゃんが用事ありそうな場所なんて空き部屋。アンジーさん空き部屋に。大間くんはそうやって妙なことを。
What the fuck now, man? Everything's turned upside down, called it Futan and Ekonomicon, Page Child. あいつは自分から教室を出たんだ。なんで空き部屋なんかに行くの？あそこには何もなかったはずだよ。ろうそくならありましたか？それだ。お目当てはろうそくだ。あいつは夜時間も起きていられるように眠気覚ましに体にろうを垂らしたんだ。そんなことするのはイルマさんだけだよ。I think I got it. She wanted a candle to burn the book. Oh, yeah. So, the Necronomicon. Yeah. With me saying the stupid, like, she wanted a candle. Well done. アンジーさんは空き部屋にあったろうそくを取りに行ったんだ。熱いやつを垂らすためにな。じゃなくてアンジーさんがやろうとしていた例の儀式のためだよ。死者の書によるとこういう手順で行われるんだ。 ためですか。それでろうそくが必要だったのではないですか。そうか。美術部の研究教室には死者の書を燃やすための近くの空き部屋にろうそくがあったことを思い出してそれを取りに行ったんだ。そこで犯人に襲われちまった。その時に床下まで飛び散った血痕が。だとすると And if you ask me, that's like tying Keo to it, because he already planned one murder. We already know you plan one murder in that room. What's stopping him from doing it again? Can you not? Thank God. Please get off your stupid actual bullshit. だったらあの研究教室にあった大量の死にはどう説明をつけるの？死体を運ぶことはできるかもしれないけど、きっと空き部屋で襲われた時彼女、その後で研究教室に運ばれて。 アンジーさんの致命傷は首の後ろの刺し傷だ。あれは現場にあった日本刀でやられたんだろうね。